あの下村文科大臣から大変あの丁寧なご挨拶をいただいて、さあ、クリエイティブな時間をいよいよ始めたいと思うのでございますけれども、実は、昨年、いろんなこうセッション、非常に多様なセッションが行われますので、その前に、共通認識の一つのこう認識のプラットフォームを作っておこうではないかという趣旨で、このシティブレインストーミングというのを始めました。これは皆さん、今、手元にそのスイッチ持っておられますでしょうか。 大丈夫ですかでこの都市の問題に対して、えー、今日お集まりの皆さんが一体どのような平均的ご認識をお持ちかどうかということを、えー、確認するための、まあ、一種のミニアンケート調査を持って、少し、えー、共通の認識を持って、2日間の議論を始めようという、そういう試みです、えー。昨年は大変ご好評いただきまして、今年もやるんですけれども、えー、今年ももし好評であれば、これが、 シティファの,ののも名物として定着するし、今年あんまり評判じゃなければ、これで終わってしまうと、そういうことでありますので、ぜひ、このアンケート調査に対して、皆さん、積極的にご参加をいただきたいと思います。ちょっとテストをしてみたいと思います。皆さん、えー、と手元にありますよね、えー、手元には、ごめんなさい、僕の手元にないんですけれども、えー、ど,どういう、あれが今1、1から何番までっていう、あれになってますか1番から って番号ですねあい,い,ですいいです、いいです、1番か2番で、じゃあ、ですねちょっとテストです、皆さん、今日お集まりの皆さんで、50歳以上の人は1番、49歳より若い方は2番を押してください、嘘は言わないように、えー、もう一度言いますよ、50歳以上の方は1番、49歳未満の方は2番を押してください。さあそれで集計ししてみましょう、うん はいどうぞ押してください、50歳以上ですか、イエス、2があ、もう出たわけですね、はい大体、えー、いい64%、3分の2の方があ比較的若い方だということで、パッと見渡したところ、どうやら嘘はついてないようだということでありますので、さあ、 テストが終わりましたので、最初の質問に参りたいと思います。実は先ほどあの言い忘れたんですけども、この期間中ですね、今日の午後ですけれども、森記念財団の都市戦略研究所というところが、何年か前から始めております、世界の都市ランキング、総合都市ランキングというのを発表いたします。これもまあ午後、楽しみにしておいていただきたいんですけども、第1の質問はこれです。 オリンピック・パラリンピックが開かれる2020年の東京のランキングは、えー、今より上昇しているでしょうか、それとも低下しているでしょうか、現状維持しているでしょうか、ちなみに現状は4位です、昨年までの順位は4位なんですけれども、1番上昇している、良くなっている、2番低下している、悪くなっている、3番現状維持、4位のままである。 さあそれでは1番、2番、3番、お願いします。はい、右下に今、集計の数が出ておりますけれども、えー、260ぐらいになりました、さあ、答えはどうなってますか、えー、上昇しているが何、何パーセンになりますか、上昇しているが59%、そして低下しているが12%。 えー、そうですか、そういうのが皆さんの実感ですか実はですね、これ、上昇しているが58%なんですけども、ちょっと意地悪いじわりをしまして、これは実は昨年聞いたのと同じ質問なんです、で昨年聞いたときは何て答えたかというと、上昇しているが73%でした、えー、どういうことでしょうか、ちょっと悲観的になっているというふうに考えるか、まあ、仮説は2つですね、悲観的になってきた。 東京の位置づけが少し心配になってきたというのは一つの可能性、もう一つの可能性は、結構答える人はいい加減に答えているというのが、もう一つの可能性だと思います。さあ、2番目の質問にいきます。これからの都市にとって重要なものは一体何なのか、リーダーシップに基づく全体計画、トータルプランニングが必要なのか、えー、もっと民間に自由に任せる、自由な中で一つの秩序を作っていくということが必要なのか、えー、そのリーダーシップ、 に基づく全体計画、それに賛成の方は1番、自由な行動に賛成の方は2番、さあ、してください、お願いします。はい、ありがとうございます。えー、これはリーダーシップに基づく方というのが、えー、トータルで147、これは、えー、何パーセントになりますか。 56.3%、自由な行動が43.7%、これ、正しいよね、ただしい、去年のを示してください、<laughs> これはね、やっぱり決していい加減な方々ではないと。 いうことが改めて証明されたということだと思います。でもこれ今まね1のところまで正確になるってすごいですね。あの改めてあのまあ、やはり両方とも重要なんだけれどもリーダーシップをまあ、期待している傾向が強いということを確認がされたと思います。さあ、えー、次からの質問は。 今度の新しい質問項目でそれであまり前のこと気にしないでどうぞ答えていただきたいと思います2025年の東京は現代と比べてどのような年になってほしいと思いますか何を求めているかということです今度は2025というふうにしましたけれどもまあ、オリンピックの後になりますけれども2025年というのはちなみに皆さん、えー、段階の世代が全員後期高齢者に入る年です だから日本の高齢者が非常にこうピーク高齢化が非常にピークを迎えて、経済社会の姿が大きく変わるであろう年、さあ、1、より成長している、より快適、より環境に優しい、より多様、成長なのか、快適さなのか、サステナビリティなのか、ダイバーシティなのか、これは1、2、3、4でどうぞお答えください。 なんか全体の数がちょっと増えているような感じですが、はい成長が23、えー、2番目の快適さが83、そして、えー、環境に優しいが57、なんとたダイバーシティが104、これは、えー、すごいですね、39%ですか,だだから。まあ いろんなも,のをもちろん、もちろん都市ですから、成長も快適さも必要なんですけれども、今のこの時点では、東京にダイバーシティを求めるという声が圧倒的に高いということになります。 実は現時点で一番低いのは成長ということで、えー、まあ非常にこう成熟の中で、特にまあ女性、そしてさまざまな国からの、海外からの参加者、そういう意味でもダイバーシティを東京に期待していると、まあ、大変あのよ,よく理解できる傾向だと思いますし、えー、それにしても、このダイバーシティが39%、4割というのは大変インプレッシブであるなというふうに思います。あ拍手がが送りりまましたありがとうございますぜひ 後のセッションでもそういうことを議論ぜひしていただきたいと思います次の質問いきますよ、はい、同じく2025年です最も繁栄した都市になっているのはどこでしょうかロンドンニューヨークパリ東京あの今年の順位は今日の午後まではちょっと申し上げられないんですけれどもこれ去年の1位から4位までロンドンニューヨークパリ東京その中で2025年に最も繁栄した都市になっているのはどこだと思いますか繁栄を何で捉えるかと 何をもってプロスパーというふうに考えるかというのはご判断はどうぞご自身でしてくださいその上で一1番からロンドンから四番東京までどうぞボタンを押してくださいはいありがとうございますお、ロンドンが意外と低い ロンドンが1位なんですけれども、実はえっと2年前でしたかね、ロンドンが1ニューヨークを抜いて1位になったんですけれども、再びニューヨークが躍り出るだろうということが、多くの方が考えておられて、そして、実に東京に対する期待が極めて高い、まあ、東京でアンケート調査,調査をしておりますので、えー、その点はルビックにしても、まあ、東京に対する期待が極めて高いということではないかと思います。 実はちょっとここの点で、この後のセッション、年のセッションのモデレーターをされる市川先生、興味見えですので、市川先生にこの順位に対してどのような印象を持ちかっていうのをちょっと聞いてみたいと思いますが、いかがでしょうか今日午後の4時から、ですね東京、ニューヨーク、ロンドン、パリの4都市の10年後っていうのが発表があります。 で今のちょっと驚きというか、あの我々の中では最近、ロンドンがとても伸びてきているという印象だったんですが、やっぱり人々、のニューヨークに対する信仰が強いというのと、から東京が上がるという数字もかなり大きいという印象を持ちました、まあ、そういう意味ではあの期待も入ってるんだろうという気がしますが、その結果は今日の午後のを聞いていただいて、嘘か本当か見ていただきたいというとことです。 えー、今日あのもう一度言いますけれども、午後に記者会見をやりまして、今年のその年ランキングを発表しますので、それにも皆さんどうぞ注目をしていただきたいと思います。さあ、それでは次の質問に参りたいと思います。えー、これから先20年後、まあ25年の後ですか、2025年ぐらいだと考えてくださっていいんですけれども、サイエンスとテクノロジーは都市とライフスタイルを良くしますか？ 都市がどうなるか、ライフスタイルがどうなるかということを考えていくのが、このイノベーティブ・シティ・フォーラムのね狙いなわけですけれども、その中で、サイエンスとテクノロジーっていうのはどの程度役割を果たすだろうか、良、まあ、くする、悪くする、影響ない、まあ、非常に大きく期待するか、あまり期待しないかというようなところで、1番、2番、3番をご選択いただきたいと思います。お願いします。 はいいかがでしょうかあ、これはもう圧倒的に良くする、でも悪くするという人もいらっしゃる、そして影響ないという方が16人、えー、悪くするという方ですね、ちょっとすみませんが、もし差し支えなければ、このサイエンスとテクノロジーが都市を悪くするという10名の方で、俺はこう思うということに発言していただける方いいらっししゃいますでしょうかいませんか、いませんか。 はい恥ずかしいですよね、ちょっとね、はい、わかりました、えーあの、本当にどうなるかということなんですが、実は私は今、あえてサイエンスとテクノロジーはっていうふうに聞いたんですが、えー、聞いてる本人も、サイエンスとテクノロジーをどう区別したらいいのかというのは、なかなか難しい問題だと思います、この点について、関連するセッションのモデレーターを担当していただける、MIT メディアラボの伊藤浄一さんお見えですので、ちょっとこのサイエンスとテクノロジーに対する、まあ、ヒントのようなものを、ちょっと一言述べていただけませんでしょうか。 はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、実はこの後の僕の話が多分その話ばっかりなんで <laughs>、あまり深くあるあれ話すとあれならないんですけども、あのただすごくみんな期待している部分が多いと思うんですけれども、あの僕だったらもう少しあのこの悪くなる可能性も随分あると思うんですよね。そして良くなるか悪くなるかはかなりこれから我々がどういう 決断をしてどういうふうに都市をデザインしていくかに関わっていると思いますので、ほっといたらよくなるっていうのはちょっと楽観的かなっていう気がします。なるほど。はい、見事な前振りでこの後のキーノートスピーチが大変楽しみになってきたということだと思います。まああの良くすることができるけどもそれは天から降ってきたようなものではなくて我々が努力してよくするものであるとまあそういうご質のおご発言だとと思いますので、私も次の スピーチをぜひ楽ししみにしたいいと思いますアンケートの項目としては、次が最後になります。20年後、アートとデザインは、都市とライフスタイルを良くするか。今度はアートとデザインです。良くする、悪くする、影響ない。まあ、どのぐらいのことを期待しているかということについて、ぜひアンケートお願いします。1番、2番、3番、よろしくお願いします。 はい、えー、これもまあ圧倒的に良くするという答えなんですけれども、悪くするという方もいらっしゃる、えー、勇気を持ってある悪くするというふうに押した方で、ご発言いただける方はおらられまませせんんでししょうかかいいっゃいらっしゃいませんか。 はい、でも、まあ、あのそ,れはそんなに全員が全員そう思ってるわけではないということですね、でこのアートとクリエイティブのセッションをご担当いただく、えー、森美術館の館長の南條さん、えー、これについてあの、アートとデザインの関係も含めてちょっとコメントしていただけるとありがたいのですが、はいえー、っとそうですねあの、やっぱりアートっていうのは世界観であり、コンセプトなんですね。 デザインというのはその、まあ、実用化のプロセスであり技術であるとこういうふうに考えるとですねものの見方を提示するのはアートだということになるわけですそうするとですねここでインプルーブドバイトい、ね、いか悪いかっていうのをその基準を提案するのがアートであるといいか悪いかは見方次第とだからああってことはですね つまりそんなに簡単にこれで決まるわけではないということなんですねあのいいと思えば良くなる悪いと思うとない,いつでも悪いとこういうのが後の世界じゃないかと実は私は思ってますがまあ、この後の議論に任せたいと思います、はい、はい。ありがとうございますえ今の答え分かったか分からないかイエスのでアンケートを取りたいなという気もちょっとするのでありますけれどもまあその答えはぜひ後、えー、のセッションで い、えー、いに議論をしていただあの今とこのような形で、まあ、プラットフォームとして皆さんがどういうふうにお考えかということが分かりましたし、えー、どういう点に焦点を当てて、えー、この議論に参加していったらいいか議論を聞いたらいいかと、えー、そういうことについてぜひ皆さんなりに解釈をしていただいてさあこの、えー、これ以降の内容についてのイノベーテ,ティブシティフォーラムの サブスタンスの部分にこれから入っていきたいと思いますので、ご期待をいただきたいと思います。ありがとうございました